おはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、YouTube チャンネル紹介したいと思うんですよ。花龍馬さんとのつながりで、あやさわちゃんとも仲がいい、こちらの方ですね。なおこチャンネルさんっていうね、まあ、あやさわちゃんとも、なんか、関わりがあって楽しくやってるみたいですね。で、ビールを飲んだりとかね、たこ焼きを食べたりとか、ワンちゃんと遊んだりする動画があります。足立区にお住まいのようです。まあ、東京同士ということなんで、あやさわちゃんともお会いする機会とかね、それから、松潤さんとご一緒する機会もあるんじゃないですか、チャンネルの紹介ですけども、これ何について紹介しているのか、ちょっとメダカ編ってありますけど、メダカって何でしょうね。お誕生日でございますとかありますけどね。まあ、東京のことをいろいろと、楽しんでいるチャンネルなんだと拝察します。この、ね、感染症がまだまだね、賑わってる中で、さらに賑わってる東京はどんな様相を呈しているのか、ぜひね、動画の一つでもクリックして見ていただきたいと思います。アップロード済みしょ。並べ替えで、人気順にしてみると再生数の多いのから見ていけるんですけども、この、なんですかね。夜の浅草観光とかいいですね。自己紹介動画もいいんじゃないですか。自己紹介動画ちょっとクリックしてみましょうか。YouTube をご覧の皆様、はじめまして。はい、車の中から紹介動画を撮っていただきました。続きはね、ぜひ動画概要欄から、ご覧いただいて、ぜひね、チャンネル登録をしていただいて、これからもごひいきにということでございます。私の朝のライブ放送にも来ていただくことがあると思いますので、そこでね、コミュニケーションを取っていただくのも一興かと思います。まずはこの動画を見た方、なおこチャンネルさんの動画、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。